イングランドグロスタシャーのザナショナルアーボリータム樹木園とは競技では樹木を収集したソノである。関連したものにはフリュートシートムでありブドウ樹を収集したビタシートムがある。今日では一般的に樹木園は少なくとも科学的研究の分野に向けられた気元植物を生きた状態で収集している植物園である。新葉樹に特化した樹木園は ファイントムとして知られている。他に特定の樹木に特化した樹木園として、柳に特化した、サラシートム、ポプラに特化した、ポップヤラトム、オークに特化した、カーシートムがある。ステの樹木園のネプチューンの噴水エジプトのファラは、スーダンから黒炭、シリアから、松や杉の木などのエキゾチックな木々を植え世話をした。ハトシェプスト女王がパントへ遠征したが、その際、 31本の入港の木を持ち帰った。航海の期間は、カゴで根を保護した。これが、外国の木を移植した初めて記録であった。ハトシェプスト女王が彼女の宮殿であるデルエル・バハリにて、これらの木を植えていたことが報告されている。樹木園は、多数多様の木や、低木の栽培と展示する場所である。多くの樹木を収集したものは、初期の樹木園であると言われるが、 樹木園という用語は18世紀になって使われるようになった。樹木園は、それらは数種類だけではなく多種類の様々な植物学的に重要な収集物であることから森林や植林とは異なる。世界の様々な部分で18世紀よりずっと古くから多くの樹木の収集が存在するが、おそらく英語圏内の大西洋沿岸で樹木園を 初めて提唱した重要な人物は、造園家であり、作家であるジョン・クラウディウス・ラウドーンである。彼は、多くの演芸の事業を引き受け、庭師の雑誌、エンサイクロペディア・オブ・ガーデニングなどを発行した。ラウドンの、アーベリー・トム・イ・フリューティシートム・ブリタニコム、8ボリュームズは、おそらく英国の歴史の中で最も、重要な作品であり、それには、英国の気候に耐えられるすべての樹木や低木、 樹木栽培の国際的な歴史、樹木の文化的、経済的及び工業的価値の価値も記されていた。ラウドンは国立の樹木園の造成と公園、私有地の庭園、栽培地などで樹木の系統的な収集を促した。ロッディジーズ家のハックニー植物園は1816年に始まった商業的な養樹場であるが、その後、教育上の利益ため、 毎週日曜日には無料で開放された。ロッティジース家の樹木園の図面が1834年版のザエンサイクロペディア・オブ・ガーデニングに含まれた。ロッティジース家の樹木園で収集した葉は樹木の標本としてラウドンの百科事典アーベリートム・イ・フリュート・シートム・ブリタニコムのイラストに使用された。また、英国中の他の植物園や公園の図面も本書に含まれた。 初期のヨーロッパの樹木の収集例は、クロアチアのデブロブニク近くにあるステノ樹木園である。創立日は不明であるが、1492年にはすでに存在していた。樹木園に灌溉するための全長15メートルの水路が建設されており、それはまだ現在も使われている。その庭園は、地元の著名なグッチ家によって造成された。 1990年代に2回の大災害に襲われたが、日本の鈴掛けの木は健在である。ありがとうございます。